さん注意、危険すぎるヘアカラー。髪をきれいに見せるために定期的なヘアカラーしてますよね。ちゃんとした方法でヘアカラーしないと実は超ヤバいんです。何がダメなのか5つ伝えるので、担当の美容師さんに相談してみて。1、毎月ヘアカラーをしている。体がカラーに耐えうる回数は決まっています。2、半月に1回しかカラーをしていない。根元が伸びすぎて超ムラになりやすくなります。3、市販カラーをしている。5、薬剤除去をしていない。これは致命的。日本のツヤ髪を取り戻す。